小僧が逃げ回った夜を越えて上海帰りのリルと出会った朝に呉服屋の2階から眺めた空はおでん屋のおかみの腰つきのようになんと優しさに満ち溢れていたことだろう。おいらが眺めた空はパンティストッキングのように透き通ってはいたがバーゲンセールの値札がついていてちり紙とも交換できなかったんだ。ちり紙とも交換できなかったんだ。それをただ単に青春の挫折と呼んでみて涙船に乗って村へ帰ったが八百屋お七の腰巻きのように赤く燃え落ちていたんだ。赤く燃え落ちていたんだ。怪人二十面相の幸せはいくら化けても一つだったんだろうか。愛と死を見つめたその瞳で吉永小百合は何を見つめ続けていたのだろう。見つめ続けていたのだろう。月光仮面が見落としていったせいに鞍馬天狗の面が包んでしまって、そしておいらが眺めた空はパンテーストッキングのように透き通ってはいた。バーゲンセールの値札がついていてちり紙とも交換できなかったんだ。ちり紙とも交換できなかったんだ。